ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。本日は林芳正内閣官房長官県拉致問題担当大臣からの、北朝鮮に囚われたままとなっている拉致被害者の皆様に向けたメッセージをお届けいたします。このメッセージは5月28日に収録したものです。それではお聞きください。北朝鮮で日本からのラジオ放送を聞きの皆様、こんばんは。拉致問題担当大臣兼内閣官房長官の林芳正です。本日はラジオ番組ふるさとの風、潮風に乗せて、北朝鮮に拉致され長きにわたり辛い日々を過ごしておられる被害者の皆様に、拉致問題担当大臣としての私の思いをお伝えさせていただきます。2002年に5人の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者のご帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、日本国政府として重く受け止めています。一日千秋の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の皆様、そして日本で皆さんのご帰国を待ちわびておられるご家族の皆様に誠に申し訳なく思っています。私は昨年12月に拉致問題担当大臣兼内閣官房長官に就任しました。それ以来幾度となく拉致被害者ご家族の皆様、そして拉致の可能性を排除できない方々のご家族の皆様と面会し、切実な思いをお伺いしてきました。拉致された被害者の皆様もご家族の皆様もご高齢となられる中で、何としてでも肉親との対面を果たしたいというご家族の皆様の切実な思い、一刻の猶予もないという切迫感をお話を伺うたびに身につまされる思いで受け止めています。岸田政権は拉致問題を政権の最重要課題と位置づけています。先日岸田総理は日朝間に長年にわたり存在してきた相互不信の殻を破る必要があり、諸懸案の解決という決して容易ではない課題に取り組むためには、トップ同士が腹を割って率直に話し合えるような関係をまず構築していくことが極めて重要であるという考えを示しました。また岸田総理はこれまでも北朝鮮との間の諸懸案の解決に向けて首脳会談を実現すべく、総理直轄のハイレベルで協議を進めていくと述べてきています。私も引き続き総理の指示のもと、日本国政府としての拉致認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国の実現に向けて全力で果断に取り組んでまいります。拉致問題の解決を図るためには、日本国政府として国際的な支持や協力を得ることも極めて重要であると考え取り組んでいます。岸田総理は今年4月の訪米時に米国のバイデン大統領と首脳会談を行った際にも、拉致問題の即時解決に向けて理解と協力を求め、バイデン大統領から改めて力強い支持を得ることができました。私自身も拉致問題担当大臣就任前の外務大臣を務めていた時も含め、外国の要人と会談する機会には拉致問題を取り上げ協力をお願いしてきています。皆様のご家族も皆様と再会できる日が必ず来ると信じ、皆様のご帰国を実現するための活動を精力的に続けていらっしゃいます。我々日本国政府も引き続き皆様が一日も早く帰国できるよう、皆様のご家族にも寄り添いながら全力で取り組んでまいります。拉致被害者の皆様におかれましては、長きにわたり辛い日々を過ごされていることと思いますが、再び祖国の土を踏み、皆様の一日も早いご帰国を待ちわびるご家族の方々と
再会して抱きしめ合う日が必ず来るとの思いをどうか強く持ち続けてください。そしてこの放送をお聞きの皆様、拉致被害者の方に関する何らかの情報をお持ちであればぜひ情報をお寄せください。また拉致被害者の皆様の安全確保についてご協力をお願いいたします。日本国政府は拉致被害者の皆様の安全確保や情報提供に関する協力を歓迎します。最後に拉致被害者の皆様に、拉致問題担当大臣として私自身全身全霊で拉致問題の解決に向けて取り組むことをお誓い申し上げます。皆様におかれてはご家族との再会を果たすその日までお体を大切にどうか生き抜いてください。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、狩人で梓二号をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。狩人で梓二号をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。